社員はどんな風な仕事をされてたんですか？1年目の時は資格取得キャンペーンっていうのが当時は皆さんに聞いたことあるんですけど、何でしょうかそれは。資格取得キャンペーンでそれは、はい、どうも皆さんこんにちは、特集のおさです。星です。サスケです。まあこんな感じでですね、まあ、3人で仲良く MC やってきたんですけれども、本日スペシャルゲストをお呼びしております。人生の選択肢をお届けするために黒石さんというねスーパーマンがやってまいりました。ありがとうございます。こちらにいらっしゃる黒石さん、東大出られてリクルートのね、まあ、前身だとリクルート株式会社、うん、株式会社リクルート、株式会社リクルート、今はホールディングスみたいになってるんですかねきっとね、っていうところに入られたというわけです、うん、で、はい、小樹さん本日のテーマは何でしょうか？はい、トップ就活チャンネル初めてのリクルート出身のゲストということで、はい、リクルートの業務内容と一日の過ごし方について聞いていきたいと思います。なるほど、気になる。どういうふうな働き方をしていたかというところですかね、うん、はい、ということで、うん、なんかやっぱその年次によってやってることが全然違ったみたいなんですけど、うんうん、まずちょっと1年目のところからいろいろ話聞いていければなというふうに思っているんですけども、新入社員はどんなふうな仕事をされてたんですか？うん、1年目の時はイクナビネクストっていう中途採用のメディアがあるんですけど、はい、そこの新規開拓営業というのをやっていました。そこに求人を出してくれる会社さんをとにかくこう見つけに行くっていう感じなんですか？で、中途採用で人を採用したいよって企業さんを発見して、なるほど、項目枠を提供するっていうのが実質的にやってること。実際には黒石さんは何をしてたんですか？具体的に言うと、はい、入社してからどんなプロセスかというと、はい、最初の1ヶ月くらいはなんかすごい優しくて、はい、研修期間があって、はい、ひたすら研修を受けるみたいな、10日間くらいかな、はい、うん、でその研修が終わって営業デビューするタイミングで3日間ぐらい名刺獲得キャンペーンっていうのが、まあ、当時は皆さんに聞いたことあるんですけど、何でしょうかそれは。名刺獲得キャンペーン。でそれは1日目標100枚の名刺を獲得してくるってことを3日間連続でやろうぜっていう、でそれを同期間で数十人で競い合うんですけど、うん、ランキングが1時間おきにずっとメールで配信されてくるみたいな感じなんで、で、どうやって数えてたんだろうなと思ってた、報告してたの我々が。で何をやるかというと、1日100枚なんで、大体企業さんに飛び込み営業すると 3社2社ぐらいが名刺を交換させてもらえるみたいな感じなんで、うんうん、はい、要は1日300件ぐらいに平均すると、まあ、僕のレベルで言うと飛び込まなきゃダメだったんですけど、なんかビルを見つけたらとりあえずエレベーターで最初一番上に上がってダッシュで回って階段で降りてダッシュで回って、で1階に着いたらまた隣のビルにダッシュで上がってみたいなことをひたすら、僕は東京中央区日本橋を担当だったんで1丁目から3丁目を飛び込みまくってました、ね、それは飛び込んで何をするんですか？名刺を書くと。それが、それ名刺書くってことは分かるんですけど何の目的でこいつ来たんだって思われるじゃないですか。一応このエリアの担当になったんで、もし採用の問題があればなんか担当させていただきますっていうので取ると名刺をしてる。なるほど、まあ、確かにリクルートさんの名刺があればは結構いけそうな感じもしますよね。その、うんうんうん、全く知名度ない不動産営業とかよりはなんかいけそうな、いや、そこで言うと、うんうん、めちゃめちゃ大量の営業マンが同じエリアで、あとリクルートの代理店も含めて営業活動やってるんで、はい、お前今日で5社目だぞみたいな、あ5社目だぞ、お前5人目の営業だぞみたいな感じで確かにそれは入った瞬間に怒られるってなるほど、なるほど、めっちゃ面白い。なるほど、えぐいな。なるほど。それは何を求められてるんですか、その名刺交換。リストを作って、はい、でそこからあの4日目からひたすら電話かけ営業、うん、はい、あ、じゃあちゃんとその後のプログラムが通じるんですね。なってはいるんですけど。なるほど、なるほど。じゃあそこでやっぱ集められない人はその次のリストがやっぱ少なくなっちゃうんで。まあそうですね、自分の。なるほど、なるほど。どんどん苦しくなっていくみたいな感じなんですね。でそれ以降のルーティンの業務としては基本的に1日電話かけ100件。とあとは30件の飛び込み営業と3アポっていうのを1日に毎日やるっていうのが、まあ、最低限必達の KPI なんで。マジっすか、すごいね。なんか3アポしながら移動時間で電話かけをし、でなんか飛び込むところをなんかひたすら隣のビル飛び込むみたいなことを毎日やりする飛び込むって表現がおもろいわなんか普通にクラウドワークス募集してお願いした方がそうそれはみんなその自力でその限られた時間の中で飛び込むっていうその戦法じゃないとダメなんですか？それともなんか一応 KPI が決まってたんで、まあ、当時は、はい、新規開拓営業部隊でいくと。でもやっぱもう皆さん新人でもやっぱ案件は取ってくるっていう感じなんですか？そう、
で僕とかはなんか別に大して売れなかったんですけど、いやでも売ってるんですもんね、実際何件かは使って、まあ、何件かは。すごいな、やめちゃう人いなかったんですか。で本体の人はストレス再生とか多分先行でめっちゃ見られてるんでやめないですけど、なんかいろんな職種の人がいるんで、なるほど、普通にやってるとほぼやめていきます。まあそうでしょうね、契約社員派遣社員の方とかも書いて、そうね、聞いてるだけで。だけどそれをなんかリクルートプロパーの人はめっちゃ楽しんでやるっていう、はい、なるほど。でもそうだね、みんながみんな起業家みたいな感じじゃないとそれって結構無理だよね。なるほど、面白い。面白いね、全然違うね。今もあるのかなそれ。あ、でもなんか知り合いの話聞いてると、うんうん、その名刺交換文化、あの名刺交換の研修もあるし、うんうん、やっぱりみんなそこはなんか同じ文化を継承されてるって話は聞いたことある。あてなんかそんなことを、まあ、1年目はやりつつも、まあ、そこはなんか商売の原点みたいなことを学んでるみたいな、やっぱ圧倒的な、やっぱそれが今にも通じてて、圧倒的な行動量がやっぱ創業当時はなんか全てを突破していく原点なんだなってことは学べたみたいな。なるほど。他で働いてる会社さんで働いてる人と比べても、やっぱり自分自身なんかやろうとした時に圧倒的な行動量を取れるっていう当たり前レベルを引き上げてくれたのはこの1年目の経験かなっては思います。それは身につけたい。私も身につけたかった。確かにね、全然勝者とかあんまないよね。そういうのじゃないね、うん、そういうのじゃなかったね。わかりました。それが1年目やったこと、はい、2年目何やるんですかそれ。で2年目3年目から、はい、なんか大企業担当部署みたいな感じで、僕はなんか名古屋だったんですけどに移動して、移動するんですね。であの大企業さんだと新規じゃなくて既存のリピートのお客さんなんで、はい、うん、また営業の方針が違ってくるみたいな。新規は一切ないん でしかも新規当たっても売上げの計上されないんで、目標の売上げに加算されないんで、うん、そこの売上げ伸ばさざるを得ないんで、で基本的にあの大企業対象の部署としては当時 何が商品かというと、はい、新卒採用も中途採用も別に派遣も社内研修もあの社内活性化コンサルティングとか別に何の商品を売っても売上げになりますよね、うん、でプラスアルファ他社の商品を仕入れてきて、あのプラスアルファの、まあ、営業粗利益をつけて売るんであればそれも売上げになりますよって話だったんで、うん、まあ、純粋に企業さんの課題を抽出してればいいみたいに、うん、かなりじゃあ自由度は高い営業で、営業力の差がすごく出そうですね。そうなんです。であと何が求められるかというと、基本的には大企業担当の部署って、まあ、30代のハイキャリアの人々が多いみたいな感じなん で過去に提案をしていた担当者の人々がめっちゃ深掘って提案しまくってる中で、既存の取引を提案しようとしてもいやそんなん知っとるわみたいな感じ でだんだん取引が落ちていっちゃうみたいな話なんで、なんかお客さんが気づいてない別の課題とかを発掘しなければならないっていうことを泥臭くやる仕事にシフトしたみたいな。で例えば何やってきたかというと、僕の場合でいてインフラ系の会社さんとかが多かったんですけど、人組織の問題を抽出しなければならなかったりもするので、でその取引先さんの部活とかサークルとかを土日とかでやっていたりもするんで、いや僕バレーボール好きなんでバレーボールサークル一緒に行ってもいいですかみたいな感じで、お客さんの取引先さんのサークルに仲良く入らせてもらって、でその後の飲み会とかにも参加して、あとはそこで知り合ったその取引先さんの企業さんの女の子とかに紹介してもらって、じゃあ合コン開きましょうみたいな感じで合コンいっぱいやって、現場の従業員の人々の愚痴を聞きまくるみたいな。でそうすると特定の部署の特定のなんか役職の人はこんな愚痴言ってますよみたいなことをなんかだん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 蓄積されていったりもするんで、ってことは組織上こんなところに課題があるんじゃないですかっていうことをまあ提案に行って、それが採用上の会議さんか研修の会議さんかみたいなことを提案していくってこと。面白いねこれ。ライブレッドな、いくらでも聞けるわこの話。やばいわ。なるほどなるほどなるほど。それが2年目3年目にやってました、うん、そのちなみになんですけど、営業のノウハウというか、うん、営業のスキル、相手が抱えている課題感、うん、ニーズっていうのを捉えるために、今具体的な話、まあ、2つぐらい3つぐらいありましたけど、うん、その社内の中で共有されているナレッジって何かあったりされるんですか、うん、まあ、それが多分めちゃめちゃたくさんあって、でしかもそれが常時更新され続けるみたいな、はいはい、まあ、ナレッジ共有の仕組みっていうのは必ず週に1回、それは新規開拓営業部隊でもあるし大企業担当部隊でもなんか全社の営業の知見が共有され続けるっていうのと、あとはそれが論文集とかにまとまっていて、表彰もされるんで、いい仕事をしたら論文集にまとめると褒められる仕組みがあるから、みんなそれを共有したがるんで、どんどん共有されていくし、とあとは過去の論文集も全部見れるんで、なんか過去の取引の実績ある企業さんでどんな仕事をしてきたのかっていうことは全部調べることができるようになっている。
逆に言うとそういう論文というかそのデータベースを業務中に担当は作っていかなきゃいけないんですか、定期的に。あ、そうですね、まあ、発表があるんでいい仕事して成果が出たら発表していく。なるほど、まあ、けどそれも評価されるんでみんなどちらかというとやりたくてやってるっていう。なるほど。それこそ今まで黒石さんってたくさんの書籍も読まれてると思うんですけど、うん、そのリクルートさんの中で培われてるそのノウハウはもちろん、その社外で一生懸命勉強された部分、こうやって比較したときに今黒石さんに培われているノウハウスキルっていうのはどっちからこう得ているものが大きいですか。どっちが大きいんでしょうね。いや僕とかなんかまあ営業1年か3年間ずっとやってたんで、はい、まあ、営業が好きで楽しかったんで、うん、まあ、本屋さんとかに置いてあるなんか営業系の本とか なんか、 かなりの比率で多分だいぶ読んでいて、まあ、そこでインプットされたものも大量にあり、はい、ただ僕はなんか当時やっぱリクルート系流の営業力を身につけようとしたんで、うん、まあ、高木浩二さんって人が当時高木浩二さんリクルート出身の営業本をかなりたくさん出してて、それが一番腹落ち感があったんで、高木浩二さんの本はとりあえず全部読みましたね。なるほど。でそれを実践できるようにしていたの。あとはあの他の会社さんの営業スタイルも学ぼうと思って、でそれも野村証券さんとの業種交流会やろうぜとか、あとは生命保険会社さんの営業の人と交流会やったりとか、他の営業手法みたいなところを学んでたりはしたりとか、あとは社内のトップ営業の人々とか、なんか毎月月次の営業ランキングとかも発表されるので、トップセールスになった人にはヒアリングに行くとか飲み会開いてもらうみたいなこととかをやって、貪欲っすね。素晴らしいね。視野の仕組みがすごいすごいね。いやすごい。これはちょっとここにはなかなかない。確かに。大企業のお客さんだと何社ぐらい抱えるもんなんですか。はい、僕の当時は僕は13社で13社、まあ、なんか企業さんによってなるほど、まあ、1社担当のところもあれば4社ぐらいに担当もある。うん、4年目5年目の話聞きます。どうします。聞いたい。結構お腹いっぱいだけど、でも聞いてみようかな。何かライトに聞いてみましょう。うん、どんなことされたんですか、4年目は。はい、で4年目からは、はい、リクルートの場合は社内転職制度が持ってるん で、はいはい、で僕もなんかもうさすがに3年やって飽きていたっていうところが、うん、多分なんか飽きていたっていう自身は自己満なんで、はい、目線が低くて自己満をしていたっていうところと、はい、あとはなんか父親がアパレルの小売業を、ね、経営やってたんで、社内でアパレル系の経営が学べる場所がないかなと思って、うん、社内転職制度を使って当時 e コマースをやっていた事業部の事業企画に手挙げて移動させていただいたっていう、うんうん、でそこからジャニーズグっていうに、もう今多分全部なくなったんですけど、はい、妊婦さんが生まれたらすぐ読む本とか、赤ちゃんが生まれたらすぐ読む本っていう通信販売雑誌があって、まあ、そこの事業企画をやっていたという。事業企画って何をやるんですか。売上利益コストで、なんかモニタリング指標みたいなところを、まあ、どんな指標を設計してモニタリングしたらいいのかっていうことをなんか設計し、でプロジェクト事業部で、まあ、一定の売り上げがあって、はい、例えばなんか仮に100億円ぐらいの売り上げがあったとすると、はい、メディアごとに20億、20億、30億とかっていう売り上げが分かれてるんで、はい、じゃあなんか特定のメディアがなんか20億円の売り上げがあったとすると、はい、それをなんかどうやって達成していくのかっていうシナリオを作って、でその結果がどうだったのかのデータを分析して、なるほど、で事業部に共有して、はいはい、ここなんでこういう指標の差が生まれてると思いますかみたいなことをなんかメディアの責任者の方とか、あとはなんか営業の責任者の方とか、それぞれの責任者の方々に報告してご意見もらって、取りまとめて事業部長に報告するみたいな。なるほど。今後こういう策を打っていくべきじゃないかみたいなことを企画検討して提案する。なるほど。はい、面白い。面白いとこだね。そうすると逆に、黒石さんが営業やってた時はその事業企画の人ともね、なんかいろいろ話しながらやってたってことですか。営業していたとき、営業していたときは僕はただのテイペイの営業マンだったんで、そういうのはなんかマネージャーとか部長クラスの人が多分やっていて、事業客の人とは仕事はしたことはなかったですね。でだから移動してみると、あまりに自分の能力のなさに愕然とし、何もできないみたいに、で営業マンってよくよく考えてみると何も多分スキルセットはついてなくて、まあ、コミュ力以外、行動力以外で、Excel でデータ分析しようと思っても Excel も使えないし、企画書を作ろうと思っても営業、例えば営業部に作ってもらう汎用企画書を作るのが企画の仕事なんですけど、だからかなりクオリティが高い企画書作成能力が求められるんですけど、営業マンはなんかパッケージのひな形を使って営業してただけだったみたいな、改めて気づいたりして、何もできないみたいな感じでした、ね、スキルセットが変わってくると、うん、いろいろ求められていくんだね。ですね。まあ、ここまで聞いてサスケさん、最後ちょっと総評いただいてもよろしいですか。はい、もうじゃあ一言で言っちゃうと、はい、もう圧倒的に成長したかったらリクルート。いや、そんな気になるね。そうだね、もう俺も入りたくなったもん。やばくない。やばい、
やっぱり成長って多分このインプットとアウトプットが大事だと思うんだけど、うん、あれだけ内地支援の仕組みがあって、あれだけこの行動量を求められたら、うん、それは成長するよね。そうだよね。納得。納得したわ。結論出た。非常にいいですね、リクルートさん。そんな感じの感想を我々総合商社出身の3人は思いました。全然違うね。全然違いましたね、はい、まあそんなこんなで黒井さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回。